それで、その子は？ちづるです。今度困ったことがあったら私も力になるから言ってね。ああ、ありがとう。私は春野原優乃だよ。よろしくね。その、昨日帰ってすぐに乾かしたんだけど、ぐにゃぐにゃになっちゃって。だから、今日は置いてきちゃった。それは辛いけど、気持ちは嬉しいよ。でも私、それで桜くんが辞めちゃうのは納得いかない。だって、私が勝つまで誰にも負けちゃダメって約束したでしょ？
てもいいの？今度は私が桜君のことボッコボコにしちゃうよ。から預かっといてあげる。ありがとう、佐川くんのおかげでもう大丈夫。そういえば千里ちゃんは？今日は来てないよ。やっぱり昨日私がちゃんとお礼言わなかったから。なーに、お嬢ちゃんが気にすることはないよ。あのクソガキにとっても今回の件はいい要求になったろうよ。どうだかね、このくらいでしょげるようなら可愛いもんだけど、何せあいつはクソガキだからね。クソガキ。ごめんごめん、みんなお待たせ。あ、うん、来る前に声かけたんだけど今日は行かないって。そんな、どうして来てくれたのが千里ちゃんじゃないの？待って、それ遠回しに帰れって言われてる？いや、だから今日は僕一人だってば。ちさとちゃん、もうたくまくん、ゆうなちゃんにちゃんとごめんなさいして。うおー、なんで僕が泣かせたことになってるんだ。
春の原に何て謝ればいいかわからないんだって。私、謝ってほしいわけじゃないのに。何しに？私も、私も、ちーちゃん元気にしてあげたい。ねえねえ、一緒に行っていい？まあ今までだって僕たちと仮メンバーの違いなんてなかったしね。今更でしょ。連れてってほしい。私もその子とお友達になれたら嬉しいし。っていうか、ハルキ、その子誰？
で、勢いで来ちゃったけど、どうするの？多分だけど、姉ちゃん誰にも会ってくれないよ。どうやって？ああ、こちらタクマ。ハルキ、聞こえる？ホル？おい、タクマ。お前勝手に何してんだよ。じゃあ今変わるよ。ほら姉ちゃん、ハルキだよ。何でもいいから喋って。いや、わけわかんないんだけど、だいたいなんでハルと繋がってるんだよ。ハル、何しに来たんだよ。
違う。なんで春の原が謝るんだよ。私のことで真剣になってくな、なんだよ、大人みたいな。なんてね。本当はそれ、佐川くんが気づかせてくれたの。